コーダはカーネギーメロン大学の前デブサチャナラヤナンらが1987年から続けている研究プロジェクトの一環として開発した分散ファイルシステム。アンドリューファイルシステムの直接の後継であり、機能的にも多くの類似点がある。リナックス、ネトブスド、フリーブスドで動作する。コーダに影響を受けたファイルシステムとしてインターメッツがある。コーダは 現在も開発が続けられており、研究というよりも、商用の眼鏡な製品を作ることに中心が移っている。コーダには、ネットワークファイルシステムにふさわしい機能が多くあり、その一部は独特のものである。モバイルコンピューティングのための接続断操作比較的、フリーなライセンス条件で、利用可能クライアント側の永続性キャッシュによる、高性能サーバレプリケーション認証。 暗号化、アクセス制御などのセキュリティモデルサーバーネットワークの一部がダウンしても運用継続可能ネットワーク帯域幅への順応、高いスケーラビリティネットワークに障害があってもうまく機能する共有の仕組みコーダはネットワークのコネクションが失われた時サーバーデータへのアクセス手段としてローカルキャッシュを使う。通常の運用ではユーザーのファイルシステムでの読み書きによってクライアントは サーバとデータをやり取りし、ユーザーが重要と指定したデータを接続団に備えてキャッシュしておく。ネットワーク接続が途切れたとき、コーダのクライアントはローカルキャッシュを使って運用を続け、その間の更新を記録しておく。ネットワークが再び接続されたとき、クライアントは更新記録をサーバに送り、同期処理を行う。その後、再び通常の運用に戻る。 AFS とはデータのレプリケーション方法が異なる。AFS は悲観的レプリケーション戦略を採用していて、読み書きが可能なサーバーは1台だけで、他はリードオンリーの複製になっていた。コーナではどのサーバーも読み書き可能になっている。このため AFS よりも可用性が大幅に向上している。このような機能があるため、同じファイルやディレクトリでありながら、 ここのクライアントやサーバーが独自に更新を行って、いわゆるコンフリクトが発生することがある。コーダではコンフリクトに手動、または自動で対処するための隠しツールを用意している。ありがとうございます。